白鷹来ました。今日は暑いです。釣り、今日も釣り、みんな満喫してますね。なぜ今日、うわっ、クモの巣、やば、待って、ちょっとやばい、もう最初からすごい全開にクモの巣。よし、武器、なんで今日来たかというと、まあ他の YouTuber さんがね、こっちから行く、このお寺、行き方が分かんないみたいなんですよね。だからね、今日僕がそのこっちから行くルート、誰も行ったことないんで、僕しかまだ行ったことないんで、行き方を教えたいと思います。みんないいところまで行くんだよ、いいところまで行くんだけど、肝心な場所をね、映してないんだよね。うん、それを映してくれると、まあ僕もね、そのアドバイスはできるんだわ。そこ、その何分、そこを上がるんですっていうのを教えれるんだけど、待ってね、ちょっと武器、クモの巣すごいからねえ。これはまあ帰りチラッとだけね。もう今日は何も、この寺だけを、あれだからさ、もう電気も何も持ってきてません。はい、水だけです。白鷹大臣オーガンっていうのかな、そうだね。でこっちです。とりあえずはこれじゃなくて、こっちを行きます。もうすごいね。うん、やっぱ台風の影響なんだろうね。すごい、蜘蛛の巣もそうだし、もう全然違うわ。こうでなかったもん、半年前は。だからね、こうだと思って、でこのみんなの見て、ちゃんなうつ木の買って、来ましたよ。よし、すごいね。待ってね、ここに今こういっぱい倒木ね、倒れちゃってさ、あるけども、来た時なんてさ、ほんと綺麗だったんだよ。ここだってさ、ちゃんと道になってたしさ、まあ、とりあえずね、ここ2人の人が来てるんだけど、まあ、レトロラジオさん、
ね、YouTuber のレトロラジオさんっていう人と、あ、結構ここ来てるらしいんだけど見つけれないと。で、この前が心霊散策奥ゆる隊の人ですね。まあ黒雨さんっていう人なんですよ。まあ、その人に託されました。もうERさんに任せたと。来ました。あ、そう。ああ、これも怖い。これはちょっと。これはちょっと。まあ、いいか、触らない方がいいな。うん。で、これが、上から見たやつね。うん。で、まあ、帰り寄ってみようか。ここ。わくものす。ここのね、ここにあるんだけど、ここに太い木があるんだよね。これね、もう少し、ここら辺か、ここら辺。もう少ししたら、もう崩れちゃうと思う。これ全体に。なぜかっていうと、崩れてるんだって今。で、自分が来た時はまだ崩れてなかったの。少し上だけね、陥没した状態で。で、ずーっとこう、ずーっとこっちの方に向かってあるんだけど、もう途中でやっぱ行き止まりだったんだよね。で、途中からね、下に降りてってるんだよ。どこ行くのかわかんないけど。でもパイプがあるから水を汲み上げてるのかなと思うんだよね。で、こうこうだけど、この斜めの道ね、でこっからなんだけど、ほんとここね崩れちゃって何もない、うん、わっか。みんなここでどうしようどうしようと、でこうみんな歩いてたと思うけど、戻るね。ここもう少し行ってください。で、ここ行くとあのみんな、ね、渡れない、崩れてねえダメになってたでしょ。これほら、ここなんてちゃんとまだ歩けたんだよ、うん、もう全然崩れちゃってるもん。ほら、ね、すごいっしょ、怖いっしょこれね。で、まあね、草がね、俺もね、草があるからもうね、分かんなかった。半年前のあれと比べると、これここ一応ここね、草はあるんだけど道ですから、ごめんね。ここあるけどちゃんと道になってるから、うん、うわっ、うん、よしよし。で、これもう、お、なんかいる？
え、なんかいる？クマ？うん、そう、本当だよ。道、わかんないと思って、ここまで来ました。はい、ここまで来ました。で、こっから上はダメで、これ、この木とかも倒れちゃって、もう道がわかんないと思って、ちょっと上がるよ。ここに目印の石のブロックがあるから、ほら、わかるかな、ここ。もうちょっと見えるかな。よし、ほら、石のブロック、ここね。で、この木、看板、これ看板、これ看板で、この石を、よいしょ、ちゃんと石あるから、この石を帰る。よいしょ。この石を渡って前に上がると。で、ほら、この看板で、これなーり、これなーり。で、ちょ、とりあえず目的地まで今日は行くからさ、たらもうこれなり上がっていくと、もう道出てくるから、来たい人は来て。さっきのどっからもね、行けるんだよ。こう、ほら、これ段々になってるでしょ。で、あとはもうこれ斜めに、これはずーっと、そうするともう見えてくるから、ほら、ね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、お、ここは傷んでないね、大丈夫そうだね。ああ、よかったよかった。台風の影響でなんかダメになってるのかなと思ったら大丈夫だったね。ああ、よかったよかったよかった、よかったよかった、大丈夫そうだね。ちょっとこんな感じ、なんかね、これなんだっけ、まがい、石に掘ってるやつね。なんだっけ、こう書いてたんだ。半年前だから。ああ、磨崖仏。ああ、そう。で、ちょ、こっちからも来れるんだよ。こっちからも来れるけど、遠回り。下に一応ブラックあるんだけど、すんごい遠いから。はい。以上です。まあ、分かりましたか。こんなものはありますね。はい、では皆さん、チャレンジしてください。ありがとう。